負けて悔しいんですけど、なんだろう、ファイナルの舞台に最後まで戦えたことが、もうチームのみんなと戦えたことが、まあ、嬉しいです。そうですね、自分自身波があって、いい時はいいんですけど、悪い時はディフェンスもダメだった時があって、でリーグの中盤ら辺でそこに自分で気づけたっていうか、ディフェンスとリバウンドをしっかりやれば得点にもつながるし、チームの波も来るなと思ったので、そこは来シーズンは最初から最後まできっちり自分のやるべきことだと思うんで、それはやっていきたいなと思いました。